ホイッスルとは、海中で観測された、発生原因不明の低周波の音波のパターンに、付けられた音の名称である。ホイッスルが、アメリカ海洋大気庁によって、赤道付近の太平洋で録音されたのは、1997年7月7日のことである。この音が観測された位置は、太平洋の北緯8度、成形110度付近。自動的に海中の音の観測を行うように、 なっている水中マイクによって録音された。この音は発生源が不明であるばかりか、他のどの水中マイクによっても録音された例が報告されていないという謎の音である。なお、ホイッスルと同時に観測された1ルツから6ルツにかけての周波数帯の音については、MID、ウォーターカレンツの影響によって鳴っている音だと説明されている。海洋においては、 ホイッスル以外にも発生原因不明の音が観測されている。例えば、アップスウィープ、スローダウン、トレイン、ブループ、ユリアといった音が挙げられる。ワモアモアオブザプリシーディングセンテンセスインコーパーイツ、テキストフロム、エープブリケーションナウィンザパブリックドメイン、ホイッスル、ナショナルオーシャニック、アンドアトモスフェリックアドミニストレーション、ありがとうございます。